こんばんは、ドンチャンネルです。昨日の金曜日、レイトショーで見た映画の感想をいきます。タイトルは、メグ、ザ・モンスターズ2っていうやつで、現代はメグ2、ザ・トレンチ。トレンチコートのトレンチって同じ単語で、溝とかいう意味ですね。これどう説明したらいいだろう。まあ、ウィキペディアにはあらすじ載ってないんだけど、2023年公開のアメリカ、中国合作による SF アクションスリラー映画。スティーブン・オルティンが1999年に発表した The Trench を元にして、お二方がね、脚本を執筆して、ベン・ウィートリーが監督を務めた。2018年の公開の映画、メグ・ザ・モンスターの続編であり、前作からジェイソン・ステイ・サムとクリフ・カーティスが続投し、ウージン・ソフィア・スイラが出演する。だから、ザ・モンスターから出ていたジェイソン・ステイサムさんとクリフ・カーティスさんプラス、多分これ中国、Jason Statham is an English actor. He is 多分ウージンさんってすごい有名な俳優さんで、まあ、米中合作なんで、ウージンさんも出ているっていう話で、まあ、海洋研究所みたいなのが中国資本でできていますっていう設定なんですね。で、自分はその2018年に「メグ・ザ・モンスター」っていうやつを、まあ、もともとのやつを見ていて、感想動画も上げてたんで、一旦感想動画消えたんだけど、もう一回さっきアップし直しました。で、自分としては1作目のやつはなんか「ジョーズ」の焼き直しでちょっといまいちかなって。で、あと中国との合作なんで、なんかちょっと日本がね、全く出てこないんで、ちょっと寂しいですみたいな感想を上げてるんですね。だから名作の焼き直しはやめてくれませんかみたいな、ちょっと結構辛辣な評価をしてたんですね。で、5年経って、まあ、主役は同じね、お二方、プラス中国のスター俳優さんが加わるみたいな布陣で、今度は、メグ・ザ・モンスターズ2っていうことで、モンスターが複数になってるんですよね。だから、3匹ね、でかいサメが出てくるんですよ。で、率直に言って、面白かったです。まあ、ちょっとこれ言いにくいんだけど、ね、タイタニック見物の深海艇の事故がこの前あったじゃないですか。あれまだ記憶に新しいですよね。で、まあこう圧力によって潰されたんだろうっていう話があって、圧海？圧力によって壊れる圧海っていう言葉をね、学んだ矢先だったんで、その、サメがね、生息している深海にこう、深海艇が降りていくときにね、思い出してね、ちょっとドキドキしましたね。そして、その、でかいサメは、本当は恐竜がいた時代にいたという設定なんで、まあ、なんかな、ジュラシックパークで見たことがあるような絵がたくさん出てくるんですよ。なんかこう、海の中、海を泳げる、陸にも出てくるで、人を襲うみたいなさ。なんか、ジュラシックパークで見たことがある映画ね、ふんだんに出てくるんですよね。あと、まあ、ジョーズの名場面の、まあ、焼き直し、まあ、ありましたね。それと、密閉空間、深海艇が出てきた時の、密閉空間での恐怖。だから、すごいね、てんこ盛りでね、確かに既視感のある映像だったけど、まあそれはそれで、まあ、名作のあのシーンを
引っ張ってきて、まあ、音楽の世界で言うとサンプリング。まあ、質感のある映像だから面白いっていう、面白くないっていうことはないんですよ。やっぱ、ね、そらびっくりさせられたら、あってやっぱ声出ちゃいますもん。で、結構ね、ウィットに富んだ話もあってね。あと、レイトショーで見たんで、正直ちょっと眠たくなったらどうしようって思いながら行ったんだけど、全然ね、眠気来なくてね、見せてくれましたね。自分でね、1作目は結構酷評しているのに、2作目はね、まあ正直面白かったから、面白かったということを言ってるんだけど、何が違うかっていうと、やっぱ監督さんが違うんですよね。まあ中国資本が入っている、で、1作目の俳優さんと同じ人たちが出ている、で、いわゆるこう座組は一緒。座組は一緒なんだけど、まあ、スクリーンに描き出される絵のテンポ、あと迫力とかね、明らかに今回の方が面白いんですよ。で、テンポよくサク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 進むしね。ハラハラドキドキもする。そんなことはないだろう。まあ、あれですよ。リボルバー・リリーと一緒でさ、そんなことはないだろうと言いながらも、見せてくれて、笑わせてくれる、面白がらせてくれるんだったら、それはそれでいいんですよ。まあ、だってエンターテインメントなんだから。まあ、いまだにリボルバー・リリー、もうちょっと僕、酷評している動画を上げてるんだけど、それがね、未だにこう、再生件数が伸びていって、なんで僕が酷評した動画がこんなに伸びていってるのかなっていうのが不思議なんだけどさ。監督として表現したいことはやっぱあったんだろうけど、それがね、観客にこう、面白さとしてこう、響かなかったらね、ダメなんですよね。で、メグ・ザ・モンスターズ2は、なんか、あの映画のあのシーンを真似してるなとかいうのがね、露骨にわかる。わかっていても、そのスクリーンに描き出されているものが迫力あって面白いんですよ。やっぱ、まあ言ってしまえばタランティーノ方式？ただ、それはそれでいいんだけど、また別の完全オリジナルのやつが出てきて、今までない手法とか、今まで見たこともない絵を見せてくれたらさ、やっぱクリエイティブさって言ったらさ、サンプリング作品よりも、オリジナリティを追求している作品の方に軍配が上がるんだけど、なかなかそれが難しいんだよね。今まで受けた映画をあちこちから切り取って持ってくるっていうサンプリング手法っていうのも、ありはありなんだなっていうふうにね、僕は、まあ、この作品を見て思いましたね。だって完全オリジナルで走っていってつまらなかったらそれやっぱつまらない映画ですもんね。これ多分ね、シリーズ化されてまた何年かしたら、メグモンスターズ3とかいうのがね、多分できるんだろうとは思うんだけど、ね、1作目と2作目は違う手法、そしたら3作目は2作目よりももっと違う何かで僕たちを楽しませてくれるんじゃないかっていう期待感がここで湧いてくるわけですよ。で、それを裏切ると、ああ、ちょっと3作目はちょっと滑ったねっていうこう評価になるだろうし、あ、3作目もやっぱ面白かったよね。でかいサメが出てくる設定は一緒なんやけど、ああ、そうか、そういう風に設定を変えて、こういうストーリー運びをしたら、1作目、2作目よりももっと面白くなるんやね、みたいな。そういうことを観客に思わせたら、監督の勝ちなんですよね。まあ、レイトショー、ね、遅い時間だったけど、傘持って見に行った甲斐がありました。まあ、夏はね、なんか怖い系の映画が結構あるじゃないですか。まあ、サメも定番ですよね。今年の夏はね、この、メグ・ザ・モンスターズ2、おすすめです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴、待ち申し上げております。失礼します。